ねえ、上流さん、私ね、そろそろ上流さんから聞きたい言葉があるよ。お前は俺の心の支えだ。そう言ってくれて嬉しい。上流さんがどんな辛い立場にいても、私だけはずっと味方だよ。上流さん、この後空いてる？よかったらアフターどう？ああ、いいぜ。嬉しい。じゃあお店の前で待ち合わせね。じゃあまた後で会おうね。ごめんなさい、急いで切り上げてきたんだけど、待たせちゃった？いや、時間ぴったりだ。あ、そう。それじゃあ行きましょ。素敵なお店。いつもこういうお店で口説いてるの？いや、そんなことはしていない。本当かな？それなら嬉しいんだけど。あー、楽しかった。でもはしゃぎすぎてちょっと疲れちゃったかも。どっかで休んでいた？そうだな。だったらいいところ知ってるよ。ついてきて。ねえ、いつまでそこに立ってんの？お風呂気持ちいいよ。上流さん、一緒に温まってもいいんだよ。恥ずかしがらなくていいんだよ。ねえ、もっとこっちおいでよ。楽しいよ。ほら、えっ。ねえ、ずっとどこ見てるの？上流さんのしたいことを全部していいんだよ。